はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケースケです。さあ、今日は大工の拠点の動画をお送りしていきます。で、今回はですね、私ケースケ、もうね、資源がパンパンだったのでビルダーホール6にいたしました。でね、今はですね、天文ラボを開けてる途中でして、まあね、ちょっとね、動画的にですね、ダクネをですね、一気に廃課金でレベルマックスにしてみたっていう動画撮ろうかなと思ったんですが、今フィンランドにいてですね、フィンランド、めちゃくちゃ店すぐ閉まるんですよ。なのでね、撮影とかね、リハとかでね、その時間で、まあね、日中過ごして、よし、夜買いに行こうと思ったら、店全部閉まってて、iTunes カードとかね、全然買えなくて、多分1万4000とかじゃ足りないと思うので、今回はですね、今、トロ4000体にいるんですけれども、ダクネラッシュとかでめっちゃ全開取られるんですよ。本当にエグくてですね、今回はですね、相手にやられたダクネラッシュのね、動画をお送りしていきます。もうこれとかすごいですよ。あえてヒーローレベル、バトルマシンのレベル6なんですが、12時方向からいきなりですね、ダクネをぶっ込んでいきます。で、このコウモリとかやっぱり強いですよね。ロケット花火とか対空爆弾の攻撃が追いつかないんですよ。で、はい、見てください。ここからですね、もう一人ハイブリッドですね。このダークネ一体でね、もう飛行ユニットたくさん生成するので、ガシガシと削られていきます。いや、ちょっとね、これね、修正は入ったんですよ。開発ビルドでお送りしていきましたが、ダークネ修正入ったんですけれども、やっぱり格下のビルダーホール5あたりにはですね、もうダークネラッシュで全開取れちゃいますね。そうですね、ちょっとね、今ね、いろいろですね、ビルダーホールの6のね、戦いとかね、ちょっとね、海外プレイヤーがね、やってるんですけれども、まあ、カンスト同士とかだと、ダクネラッシュね、全然通じなくて、普通にね、星0とか星1で終わるんですが、ビルダーホール5相手だとね、こんな簡単にね、結構ね、ほとんどやられちゃってますが、全開取られております。さあ、アチャタバ、後ろ、後ろ、アチャタバ、後ろ、コウモリが、コウモリが、コウモリでね、壊されてしまって、あとはお掃除タイムですね。さあ、それではですね、もう一本ちょっとね、見てみましょうか、リプレイ。どれだったっけな？あ、これですね。もうカーンストしてますね、お相手さん、ヒーローも。さあ、こちらですね。私、ケスケ、壁のね、量も増やしたんですけども、もうね、壁なんて意味ないですよ。はい、この大量のコウモリが一気に削っていきます。そうですね、ちょっとね、新しく建てたアーチャータワーね、外にむき出しの状態になってますが、はい、削られてますね、どんどん。もう端っこにね、ダークネロ、ネクロですね、出すことによって、もうコウモリが思いっきり先行していって、で、ダクネ本体が到着する頃にはですね、もうほとんど施設削り終えてるんですよ。 できればですね、迫撃砲とかのターゲットもね、バトルマシンで取ってあげると、さらにダークネクロは長生きいたします。いや、でもちょっとね、これは勘弁してほしいですね。ほんとね、トロ、4000ですね、もうビルダーホール6ばっかりになってます。ビルダーホール5、もうね、自分だけじゃねえかっていうぐらいね、もうみんな課金して、カンストしてるんですよ。なのでね、ちょっとね、トロ4000維持するのがきつくなってきましたね。さあ、というわけでね、こういう風にですね、あっという間に、いや、修正入ってこの強さかと、ほんと驚いております。さあ、ではね、ダークネクロのね、ダクネラッシュの紹介はこれぐらいにしまして、ちょっとね、一回対戦行ってみましょう。そうするとね、ほんとね、ビルダーホール6に当たりますんで、で、はい、見てください。ビルダーホール6ですね。はい、見てください。バーナーがあります。これ、相手、ダクネとかもうカンストしてんのかな？ちょっとね、ビルダーホール5のね、戦力でね、この配置に対して挑みたいなと思います。ね、難しいなぁ。クラッシャーが2つに増えたことによって、ババボンバーっていう星2付けのですね、戦術もやりづらくなったし、どうやって攻めようかな、これ。ほんと悩みますね。バーナーがね、バーナーが強いんですよ。バーナーでね、バーバリアも焼かれてしまいますので、ちょっとこれはね、苦しい戦い。そうですね、移動放題で削っていく。ちょっと難しいな、これ。難しい。あ、もう時間がない。時間がない。時間がないんで、ちょっと、時間がない。やばい。なんかぼーっと考えてたらもう時間がなくなってた。ちょっと待って、どうしよう。さあ、ガーゴイル出していく。で、削っていきますね。で、もう一気にですね、ここら辺はガーゴイルバーって出しちゃって、で、からの、はい、ベビドラで一気に削っていきます。
さあ、そしてですね、バトルマシンを出していって、そうですね、サイドですね、削っていきます。で、これである程度ね、パーセンテージを稼ぎつつ、あー、ただ警備所のバーバリーにちょっとバトルマシンが捕まってますね。これはね、ちょっときつい。さあ、能力解放 OK からの大砲をどんどん削ってってほしいところ。そうすればある程度楽にはなりますね。で、バーナーとかほんと強いんですよ。ミニオンがね、結構ね、焼かれてしまいますんで、お辛い状況になっていく。さあ、バトルマシンはギリギリで OK、 能力解放。さあ、バトルマシンも壊していった。 OK、 これはビルダーホールも狙っていけるんじゃないのか。さあ、62の、さあ、押しに取れた。 OK、 65% 欲しい。68まで乗りましたね。よし、いいよいいよ。最後バーナーを壊せば OK、 71% いった。さあ、そして最後のガーゴイルが焼かれてしまったが、果たして勝つことができたのか。いや、でもこれね、ビルダーホール6相手に結構健闘したんじゃないですか。勝て、オッケー。さあ、もう出なきゃいけない。おお、ほら、 100% 取られるんだって。ダクネにさ、ダクネに 100% 取られるんだって。ほら、もう4000切っちゃったよ。さあ、見てください。ね、ちょっとね、もうホテル出なきゃいけないんで、ちょっと早送りしていきます。ちょっとね、2倍速で見ていきましょう。やっぱりコウモリ、もう俺頑張ってさ、格上からさ、星2の高パーセンテージ取ったのにさ、ダクネで簡単に全開取られちゃうんですよ。これ俺もう課金してダクネマックスにしようかな。これほんとつらい。あと課金して、防衛施設新しいのどんどん建てた方がいいですね、これ。いやー、全然勝てないですね。はい、そんな感じですね。今回は、大工の拠点、ビルダーホール5、トロフィー4000台だとビルダーホール6からダクネラッシュで全開取られまくるという動画をお送りしていきました。でね、まあ大工の拠点、これからもどんどん動画にしていきますし、他のですね、通常の村の対戦リップとか資源狩り、こちらも動画にしていきますので、まだチャンネル登録してないよって方はぜひとも登録お願いいたします。そして最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。